実は小説よりきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。ここは久米島ね。昔観光で来たことがあるんだわ。綺麗で素晴らしい島なんだよね。この美しい久米島に今から約80年前、1945年6月から9月にかけて、この島で恐ろしい事件が起きたんだぜ。恐ろしい事件？久米島の日本軍守備隊による住民虐殺だぜ。日本軍が自国の住民を虐殺？何がどうなってるんだよ。久米島に赴任したある海軍兵総長が島で恐怖政治を敷き、島民を暴力で支配下に置き、独裁状態になっていく。そして上陸してきた米軍ではなく、なぜか日本人を虐殺し続けるという、意味不明で恐ろしいことが行われていたんだぜ。犠牲者はなんとたった3ヶ月で22人にも及び、さらにこの兵総長は戦後に完全に開き直るという、なんとも後味の悪い事件だったんだぜ。とんでもなく恐ろしい事件が起きてたのか。あんな綺麗で平和な島でかつてそんなことがあったとは。これは詳しく教えてほしいんだわ。よっしゃ任せろ。ほんじゃしきみ、いつもの頼む。この動画はゆっくりプーチャンネルの提供でお送りします。さて、久米島で起きた日本軍による島民虐殺事件、話は沖縄戦から始まるぜ。1945年6月23日、沖縄戦終結。米軍は沖縄本島周辺の島々の平定に動いていた。そんな中、沖縄本島の日本人捕虜収容所の中に、久米島出身の野村、日香、中んだかりの3名の男性がいた。彼らは収容所で米兵らが久米島攻略の話をしているのを聞いた。その話では、久米島に徹底的な艦砲射撃を浴びせ、その上で上陸して島を無力化するということだった。沖縄本島で地獄のような艦砲射撃の嵐を経験した彼らにとって、故郷が同じ目に遭うことだけは絶対に避けたかったんだぜ。そもそも久米島には戦闘部隊はないし、武器もろくにない。彼らは捕虜の立場ながら、米軍に対し実情を必死に説明し、久米島には艦砲射撃の必要は全くないと訴えたぜ。米軍もこの話から、彼らが先頭に立って説得するならと、艦砲射撃を見合わせることを決定。野村、日香、中んだかりらは久米島島民と守備隊の命を水際で守ったんだぜ。実はこの時、久米島守備隊の香山兵総長の上官から、香山以下全員を早く投降させてほしいと懇願されていた。水先案内人として中んだかり、そして米軍も久米島に上陸。一切の戦闘もなく、実は島民と守備隊は救われていたんだぜ。島を救った恩人として島民から感謝されていたんだが、8月18日、久米島守備隊トップの香山兵総長は、中んだかり氏の行動を米軍のスパイと断定し、一家3人を虐殺、島民の激しい憎悪を買うことになったんだぜ。待て待て、なんで島を救った恩人を殺したんだ？この人たちの活躍がなかったら島ごと消し飛んでたのに。ほとんど思い込みによる処刑じゃないの。久米島守備隊の香山とやらはちょっとおかしいんだわ。この島は一体どうなっていたんだろうか。実は中んだかり氏の処刑以前から島の空気は地獄になっていたんだぜ。1945年6月27日、久米島郵便局員で電信保守係だったサトシは、集落から山の避難所へ行く途中に米軍に捕まり、米軍の部隊まで連行された。そこでアサトシは日本軍守備隊宛に降伏勧告状を持っていくよう命じられたぜ。アサトシは命令通りに香山にその文書を渡した。だが香山はそれを見て激怒、アサトシを米軍のスパイ、裏切り者と糾弾し、その場で即刻銃殺刑にしたんだぜ。このことを聞いたアサトシの妻は守備隊の追及を恐れ自殺。死の母親も息子が何の罪もないのに射殺されたことで闇後を追ったぜ。いや、命令されるがままやらされただけなのに、ちょっと想像力を働かせればすぐ理解できたでしょ。住民を何だと思ってるのかしら。1945年6月29日にはさらにひどいことが起きた。なんと9名もの島民が香山らに虐殺されたんだぜ。6月13日の夜、西海岸に米軍石膏部隊が上陸し、海岸近くの民家で休憩をしていた。この頃、島民らは米軍を恐れて島中央部の山中へ避難し、
平地や海岸付近の集落はもぬけの殻だった。だがたまに米軍の目を盗んで帰宅するという生活だったぜ。そんな時、運悪く3名の男性が石膏部隊に見つかり連行。27日になり2名が解放されたが、香山は住民らに対し、拉致された者が帰宅したら守備隊へ引き渡せ、命令に背いた者は銃殺に処すと通達していた。しかし解放された2名のうち1人は高齢の男性で、こんなおじいさんを香山に引き渡したら殺されてしまうと心配し、どうしたものかとおじいさんをかくまって山中をうろうろした。だが29日夜11時ごろ、香山の部下数名がやってきて、連行され解放された2名だけでなく、その家族、集落の区長、警防団長の計9名が針金で体を縛り上げられ、銃剣で滅多刺しの上、まだ生きてるのに彼らの家ごと焼き払うという、およそ人間のすることじゃないことを平気でやったんだぜ。この香山って男の部隊は何がしたいんだ？久米島守備隊なら島民を守り、米軍と戦うのが仕事でしょ。なんで島民にばかり虐殺をしてるんだよ。しかもそのやり方が凄惨すぎる。滅多刺しして生きたまま燃やすとか、島民にとってどっちが敵かわからないわね。そして1945年8月18日、先ほど解説した久米島を艦砲射撃から救った捕虜の男性が犠牲になる。久米島に戻り、夜になると危険を顧みず集落を訪ね歩き、島民を説得して歩いたんだぜ。米軍は攻撃する気はない、家に帰っても大丈夫。彼の努力で島民の多くは山の避難所から集落に戻る。山に込めるか山ら守備隊の危険性から、男性家族は海岸付近に離れて住んでいたが、8月18日深夜、香山らの守備隊数名が強襲、親子3人を虐殺し、遺体もろともかを焼き払ったんだぜ。そして2日後の8月20日、またもや犠牲者が出る。谷川一家7人の長男の誕生日をお祝いしていた夜、近所の方が谷川家に駆け込んできて、日本兵が殺しに来るから逃げてと知らせてくれた。一家7人はバラバラに逃げ出したんだが、夫と次男は集落内で隠れているところを見つけられ、手足を縛られ、首にロープを巻きつけられ、そのまま海岸まで数百メートル引きずり回されて死亡。次男と共に海岸から打ち捨てられた。妻は赤ちゃんを背負い、長男と田んぼの中を逃げていたが捕まえられ、妻は首をはねられ、長男と赤ちゃんは銃剣で滅多刺しにされた。そして長女と次女は別の集落に逃げ込んだが捕まえられ、母親のところへ連れて行ってやると道に連れ出され、そのまま銃剣で滅多刺しにされ死亡。この谷川家7人が殺された理由は、朝鮮人だからスパイに決まってるという勝手な思い込みで処刑したんだぜ。米軍に通じていたわけでもなく、人当たりの良さから島でも信頼のあった一家なのにだぜ。香山の部隊は実は敵軍じゃないかと思うくらいだね。なんでこんな意味もなく島民を虐殺してるんだ。何を守備してるのか知らないけど、こんな部隊ならいない方がはるかにマシなんだわ。事実、本当にいない方が島民が幸せになる守備隊だったぜ。これらの島民虐殺をしている間、香山ら守備隊は一度も米軍と交戦せず、米軍に投降するまでの数ヶ月間にやっていたことといえば、島民に難癖つけて虐殺しまくり、彼らから食料や衣服を奪い、命令に従わない3名の兵隊を虐殺し遺骨を放置。香山自身は水商売の女性と島の16歳の少女を連れ回し、ひたすら試食にふけっていただけなんだぜ。しかもこの16歳少女はひどい運命を歩まされた。香山が水をもらいに訪れた際、偶然に少女が応対。数日後に香山らが再びやってきて、看護婦として使うと言って無理やり連れ去った。まるで昔の暴君が一般市民の女性に目をつけるのと同じだぜ。この少女は散々に香山に連れ回され、利用され、ついに香山の子を産まされたという不幸があったぜ。こんな残虐なことが終戦頃の久米島で吹き荒れていた中、島の農業会会長は次のような日記を残してるぜ。万一の場合は在京軍人らと米軍の援助を求め、山の兵隊らを討伐せねばならぬと考えていた。香山の性格については、凶暴で戦地にありながらも部下を愛せず常に凶悪な生意気者、
また農業会会長和歌山から食料をよこすよう脅された記録もある。最初こそは現金支払いもあったが、途中からは脅されて無償提供を要求。組合が崩壊寸前になっても和歌山は無関心で、応じないならば銃弾と交換しても良いぞと銃に手をかけて脅してきた。あれく部下の貯金まで奪って勝手に使うなど、本当にどうしようもない最悪の人物だったという。そんな和歌山も米軍に降伏し、捕虜収容所に入った時、ついに今までの残虐非道の仕返しを受ける。和歌山の元部下に死刑を受けるだけでなく、久米島出身者も死刑に加わり、ひどい暴力を散々に受けたんだぜ。この仕返しにより和歌山は全治1ヶ月以上の重傷を負った。散々好き勝手してきたツケがようやく回ってきたんだぜ。戦後和歌山は故郷の徳島に戻り、地元の農協で役員を務めて余生を過ごしてたんだが、週刊誌がこれを嗅ぎつけ突撃インタビューしている。記者が久米島住民の虐殺事件について問うと、和歌山は弁明をしたいとは思わない、日本軍人として最高指揮官として当時の処罰に間違いがあったとは全然思っていない、現在になって法的人道的に悪いと言われてもそれは時代の流れとして仕方ないと全く悪びれる様子もなく平然と答えたという。そして島民を惨殺して放火したことについては、あれは家と一緒に火葬にしてやった、後片付けをするように村長に命令した。雅俊の処刑は私自身が弾銃で一発撃ち、一発では苦しむから両側から銃剣で突かせたと、こちらもまるで良いことをしたかのような口ぶり。わしは悪いことをしたとは考えていないから、良心の呵責もない、日本軍人として当然のことをやったのであり、軍人としての誇りを持っていますよと、今度は胸を張って自信満々に答えて記者を呆れさせているぜ。ちなみになぜこのような傲慢なことを言えるのかというと、和歌山は久米島を離島で植民地という意識があったんだぜ。そう、和歌山は正真正銘のヤバいやつだったんだぜ。島民の少女はさらうわ、住民の食料を脅して強奪するわ、ほんともうやりたい放題してたんだね。日本人の敵は日本人って絶望だわ。しかもこの戦後のインタビューが何ともムカつくわね。軍人として何も間違っていない、むしろ誇らしいって、どこをどう捉えたらそう思えるんだよ。本気でヤバいやつだったんだね。マンホリョ収容所でボコボコにされても文句は言えないんだわ。それだけ周囲の恨みを買うことをしたんだもの。あとちょっと気になったんだけど、和歌山のやった事件の中に終戦後のものもあるよね。それって大丈夫なの？いい質問だぜ。そもそも和歌山ら部隊は通信機器を持っていたから、終戦になったことは知っていた可能性があるぜ。にもかかわらず独断専行で処分をしていたってことだな。普通に違法なんだぜ。また軍法会議を開かず密告や個人的な判断で住民を処分したことについては、少人数の部隊であり大部隊のように軍法会議を開き、そんな細かいことをしている暇はなかったと語っており、そもそも現場での軍法会議は少尉以上の士官3名以上が必要と決まっていたが、久米島守備隊には少尉以上は誰もおらず、実際には軍法会議は開催できず、和歌山に住民を処刑する権限すらなかったぜ。和歌山は人道的だけでなく軍規にも反すること、胸を張ってインタビューに答えていたが、もう何もかも勘違いしていた男だったんだぜ。全然正しいことやってないじゃないの。和歌山は本当に個人的に勝手な振る舞いをしてたんだね。この人のせいで久米島島民は地獄を見たのか。こんなことがあったなんて知らなかったわ。綺麗な観光地だけど悲しいことがあったんだね。現在有名な観光地や町でも調べてみると悲しい歴史があったりするからな。久米島での悲しい歴史を知った上で観光し、一味違った旅をしていただきたいぜ。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 Twitter リンクもチャンネル概要欄にあるので、よければフォローお願いします。ほんじゃ、バイバイ。